人民民主連合や革命的社会党、政治21などの左派政治団体から構成。ただ、これらの政治団体は、ある程度の自主性を保っていることから、党自体は、緩やかな組織である。1999年の総選挙では2%、2002年の総選挙では3%、そして2005年の総選挙では6.5%の、 得票率を獲得し、選挙ごとに得票率を上げている。また、2009年の欧州議会議員選挙では、3名が、当選した。欧州反資本主義左翼党及び、欧州左翼党に加盟。高学歴の改装を、支持基盤とするが、近年では、労働組合や環境主義者の支持も厚い。女性や移民、マイノリティの権利擁護にも力を入れていることから、 共産党や社会党、中央党といった規制左翼に対し新たな左派政党としての地位を確立している。2006年の大統領選挙ではフランシシュクローサ候補を擁立し、同候補は288,224票を獲得。2009年の総選挙では9.67%の得票率を得、16名が当選を果たした。 任期を2年前倒しして行われた2011年の総選挙では、前回より得票を減らし、8議席に半減する結果となった。当所属議員の半数は女性。2015年10月4日に行われた総選挙では、得票率が10.2%に達し、初めてに桁に乗せた。議席数も11増えて19となり、第3党に躍進した。 ありがとうございます。